最近の釣り具屋はフロロばっかり置いてあるお店が多いですね。前まではナイロンたくさんあったのにな。関西系はね、あのナイロンを置いてる店がほぼないですからね。はい。でもあのこう僕らがこう言ってるでしょ。そうするとね、あのこの間もちょこっと言ったんだけど、ね、ある大きなね、チェーン店さんはあのそんな店があんのかって言ってたら、もうあのすぐにでも直す方向性に行ってくれてるというね、はい。結構あのこれあの最近釣り屋さんがすごい聞いてくれてるんです。知ってます皆さん、釣り屋さんがよく聞いてくる。なんでって言うと、釣り屋さんが勉強しようとして、いい釣り屋さんですよ、ね。今度釣り屋さんに行ったら村田はじめの生放送いつも聞いてるって聞いてみてあげてください。聞いてる釣り屋さんは伸びますよ。言っちゃなんですが、ね、あまりにもこの間もあのフィッシングショーの時に、業者便の時にね、釣りに勉強しろって言っておきましたが、もうね、少しは勉強しろよって。釣りのことがね、全く分かんないで釣りを売るなっていうのが、もう一つあるのがね、釣りの道具が分かってない、ね、どうすればどうなるのっていうのが分かってない。ただね、これはね、釣りを作ってるメーカーさんたちにも言えることですよ。いろんなメーカーさんいっぱいあるでしょ。いろんなメーカーさんがね、勉強しなさすぎね。はい、さっきもね、釣り屋さんでね、下巻きね、細い糸の下巻きしたらあのダメになるとかいう、なんでそんなことになるかな、ね。で、DC、太い糸、20ポンドの糸を巻くんだったら20ポンドの下巻きをしなくちゃいけないなんていうことを釣り屋さんから言われたらしいんですけどね、ありえないから、ね、同じナイロン巻くんだったら関係ないよ、そんな糸の太さ、ね、下巻きでしょ、ね。なぜそういうことが出てくるのか、もう釣り屋さん早くちゃんと勉強してください。ちゃんと聞いてるんですよ皆さん、ね。そのうちあのお店の名前名指しで言われちゃうから気をつけてくださいね。人気動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。